奥医師とは、江戸幕府の医官。若年寄りの支配に属し、奥に住んでいる将軍とその家族の診療をした。近所医師、御近所医師、小川医師とも呼ばれた。ほとんどが世襲であったが、諸大名の範囲や、町医者から登用されることもあった奥医師には、天役頭、奥医師、万医師、寄り合医師、小不信医師、養生所医師などがいた。この他にも奥詰医師、 マミー医師などがいた。奥医師は一日おきに登場し、江戸城中央の餃子の間近くの小医師の間に不審判で詰める。将軍が朝食を済ませ、故障に髪の手入れをさせている際に、将軍の左右から二人ずつ六人が計算会脈を測った。その後、六人の医師は別室でそれぞれの見立てを教え合い、異常があるようなら、原心も言った。他にも、 五代所や側室たちも昼食前に六、七回定期健康診断を行い、二の丸や西の丸にいる将軍の子息たちの診察もした。病人が出ると奥医師は全員集められ、それぞれの見立てを告げて治療法を決定する。治療方針が決まったら主人を決めて昼夜の別なく診療を施す。この際に、 転役等の感触を帯びた奥医師の統括者は、自らは治療の手を下さず、他の医師たちに様々な指示を出すことになる。ありがとうございます。